すごい宿題多くて、夜中12時過ぎても終わらない。ペナルティポイントがたまると退学になります。はい、ペイアリペイです。今日はフィリピンセブ島のシピルスに通っている留学生にインタビューしてきました。テーマはあなたが通っている語学学校のいいところと悪いところを教えてくださいです。セブ島初の英語教育機関として誕生したシピルスは、今まで6万人以上の卒業生を輩出してきた超名門校です。ホテルを改装してできたキャンパスにはプールや大型ジムなど授業外でも楽しめる環境が整っています。それでは早速行ってみよう。豪華特典プレゼント中、受け取り方法は概要欄をチェック。はじめまして。はじめまして。はい、ではニックネームお聞きしてよろしいでしょうか。ニックネームももこです。今日でセブ留学は何ヶ月目になりますでしょうか。今日で2ヶ月目です。これから先は何ヶ月くらいいらっしゃる予定ですか。これから先あと4ヶ月ですね。では、シピルスで留学をされている留学生に学校ガチ評価というところでインタビューをしておりまして、ももこさんはどういったコースを受講されていらっしゃるんでしょうか。今あのプレアイエルツっていうコースを受講しています。プレアイエルツコースはどういったコースになりますか。アイエルツに行くまでの準備期間みたいなコースになってます。アイエルツのコースがまた他にあって、もう一つプレアイエルツコースということでしょうかね。はい、そうです。多分聞いてるのとしては6週間までプレアイエルツが受けることができて、準備期間を得てアイエルツコースが受講できるっていうふうに聞いてます。アイエルツコースとプレアイエルツコースはどういったふうにこう内容が違うのでしょうか。プレアイエルツコースはちょっとアイエルツよりゆっくりした授業内容になっていて、半分 ESL っていうコースが入っているのと半分 IL2 が入っているようなコースになってます。なのでボキャブラリーも少し簡単なものにはなってます。で IL2 に行くともっと厳しいのと、土日もテストなどがあるのでお休みがほぼないようなコースに、はい、なってるそうです。お休みほぼないんですね。では、シピルス100点満点でズバリ何点でしょうか。ズバリ70点です。70点。その、100点に届かなかった30点分っていうのはどういったところになるんでしょうか。すっごい厳しいです。ストイックな学校なので門限も厳しいのと、10ポイントペナルティポイントってあるんですけど、10ポイントペナルティポイントがたまると退学になります。そのペナルティポイントっていうのは何をすると与えられるんですか。遅刻で1点、欠席で2点、門限に間に合わずに学校に帰ってこれなかったら5ポイントになるので、2回門限守れなかったら退学になります。門限は何時なんですかね。門限は月曜日から金曜日は10時になってます。で土日祝日が12時です。門限だいぶ厳しいですね。はい、だいぶ厳しいですね。はい、でも、まあ、学校の雰囲気としては先生とかスタッフの皆さんも厳しい感じなんでしょうか。先生は人にはよるんですけど、生徒さんに合わせて授業を進めてってくれるので、例えば私が今日ちょっと疲れて授業したくないって言った場合は違う内容に話を変えて英語で授業をしてくれたりとか、でも今日は頑張りたいっていう日は教科書通りにやりながら先生の、知恵を教えてくださるような授業スタイルになってます。では改めてももこさんがシピルスに留学をしていて感じたメリットとデメリットを教えてください。メリットは先生と喋ってるとボキャブラリーの数がすごい違うのは感じました。違う学校に以前行ってたんですけど、話してる先生の内容が全然来た時分からなくて、多分それだけボキャブラリーの数が先生たち知ってるからお話ししてくださるのかなって思いました。勉強にはとてもなります。あと厳しいのですごい集中はして勉強することはできます。はい、縛られる環境の方がやる気が出てくるっていう方にはおすすめでしょうか。はい、集中して勉強がもうしたいっていう方にはすごいおすすめかなとは思います。デメリットは私だけかもわからないんですけど、すごいルールが厳しすぎるので、もうちょっと緩くしてくれたら嬉しいなとは思います。はい、例えば先ほどお話ししていただいた門限の他には何がありますか。宿題多いです。IL2 のコースを選んでもらうと
すごい宿題多くて、プレアイルツだったんですけど、夜中12時過ぎても終わらない時とかは普通にありました。12時過ぎまで宿題されてるっていうところで、何時にレッスンが終わって、でその後宿題ができる時間がどのくらいあるんでしょうか？全部のレッスンは8時半に終わるんですけど、その8時半の前に3時間自習勉強っていう時間が設けられてるので、その間にも一応することはできます。ただその時間帯に私、他のIELTSのめちゃくちゃ英語喋れる子と同じ教室だったんですね。でスピーキングを伸ばしたくて来てたので、どうしてもその方と喋って練習してる間に時間が終わって、8時半から宿題を始めるんですけど、すごい量が多いの で一個一個分かりたいと思って宿題をしてると、気づいたらもう12時は余裕で、はい、超えてました。リフレッシュする時間はありますか？はほとんどないですね。校舎の中でプール沿いに自然があるんですけど、そこで自然に癒されたりとか、あとは土日に近くの島、15分ぐらいで行ける島があるんですけど、そこの島に行ってリフレッシュしてたりとかでした。でもたまにです。そんな12時過ぎまで宿題をされている生活っていうのは、他のコースの人もだいたいそのくらいまで宿題されている傾向にあるんですかね？多分そうですね。私の友達ビジネスコースっていうコース取ってたんですけど、なんかプレゼンテーションがしなきゃいけないコースもあるので、そういった方たちはそれに向けてすごく準備されてて、結構夜中までやられてる方もいらっしゃいました。だいぶ厳しいシピルスでございます。シピルスへ留学を決める前に他に検討されていた学校は終わりでしたでしょうか？はい、ありました。何という学校と比較されていたんですか？エルサーっていう学校がここから1時間ぐらい山に行ったところにあるんですけど、そこと比較してました。そのエルサーではなくてシピルスにされた理由はどういったところにありますか？シピルス自体がIELTSのテストも行ってたのと、IELTSのコースがあったのと、他にもいっぱいコースがあったので、こっちの学校に決めました。シピルスはIELTSコースですごく人気な有名な学校ですよね。公式試験会場にも認定されてるっていうふうにお聞きしました。アクティビティには参加されてましたでしょうか？アクティビティには全く参加してないです。はい。週末にどこかに出かけたいとなった時にはご自身で何かアクティビティに参加されていたっていう感じですか？はい、そうですね。自由が好きなので、あんまりツアーとかは組まずに、もう自分で行きたい島を勝手に見つけて行ってました。すごい行動力があるももこさんです。例えば具体的にどんな島に行かれたんでしょうか？2つ行った島があって、1個がカモテスアイランドっていうところと、もう1個がオランゴアイランドっていうところになります。でカモテスはセブシティからバンが出てるので、そこからダナオポートっていうダナオのポートまで出て行って、だいたい50ペソぐらいで行けます。でそこから2時間半ぐらい大きな船に乗るんですけど、2時間半ぐらい乗ってカモテス島に行くことができます。だいたい300ペソぐらいで行くことができます。はい。でオランゴアイランドはここの学校からマクタンにあるポートまで行って、マクタンポートから15分ぐらいで行ける島になるので、そこまで行ってました。だいたいボート代は40ペソとか、だいぶ安いです。120円もいかないぐらいで、ただここからマクタンポートまでタクシーで300ペソぐらいはかかるので、ちょっとそのあたりはあれなんですけど、ただ友達と乗り合わせとかで行ったらだいぶ安い金額で行けると思います。その島に到着されたら、ももこさんがお好きなように過ごされるっていう感じですか？はい、そうです。レンタルでモーターバイクを借りて好きなところに行ったりとか、あとは自分で海辺見つけて遊んだりとかしてました。めちゃくちゃアクティブなももこさんです。ももこさんみたいにご自身で手配をされて離島に行かれる方っていらっしゃいますか？私の友達は大半そうなんですけど、そうじゃない方ももちろんいらっしゃるので、ツアー組んでみんなで団体で行かれてる方もいらっしゃいました。では、シピルスへの留学を検討されている方々に何か一言お願いします。本当に短期集中だったりとかで勉強されたい方にはおすすめです。ではももこさん、貴重なお話をありがとうございました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はフィリピンセブ島にあるシピルスの
ガチ評価でした。この動画を見てるあなたの学校選びの参考になれば幸いです。行ってほしい語学学校があれば国を問わずリクエストしてください。留学に興味はあるけど全然英語も話せなくて行けるか不安、自分なんかが行けるの？留学相談をするときによくいただく質問です。確かに日本にいるうちから英語学習しておくことで現地に着いてからの充実度は180度変わります。そんな皆さんの声をもとに我々スクールウィズは業界初プレ留学という制度を取り入れました。スクールウィズを通して語学留学に行く方皆さんに無料で受けていただける、そして最大4倍速で英語力を伸ばす事前英語学習プログラムになります。まずはお気軽に概要欄にある LINE リンクからお友達追加をしてメッセージしてみてください。また今なら留学前にマスターしたい基本英語フレーズ100選や語学学校選び完全ガイドなど、これから留学してみたいと考えている人に役立つ豪華5大特典を LINE 追加するだけで無料でプレゼントしています。今回の動画が役に立ったなと思ったらいいねとコメントをお願いします。最後まで見てくださりありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 Until next time.